チャンネル登録者数1900人突破しました。せーの、浦さん、はたくんの月曜から早起き。おはようございます、浦さんです。おはようございます、はたくんだよ。さあ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 、はい、今週も始まりましたよ浦さん。始まりましたね、月曜から早起き、うん、結構続けれてますね。何やかんやで ね当初思ってたよね思った以上に思ってた以上に、もう畑くんはね、うん、テンション高いんですよ。朝っぱらから。そうなんですよ。元気やね。もうラジオのね、収録する日、収録する日の前日はね、もうやっぱね、ついてね、遅延熱が出ちゃうんです。なんで楽しみすぎて、ラジオが。いろいろ考えてね。ラジオの収録がね、楽しみだから、ああ、しようこうしようと思ったら、出ちゃって、冷え切って張って寝るみたいな。ああ、まあ、嬉しい悲鳴やね、それは。そうなんですよ。遠足行く子供みたいな感じで。俺も基本、なんも考えてないから、今日、畑くんに、全部任せてるから、遅延熱とか出たことないな、収録とかで。いい意味で。いい意味で。いい意味でね。どうぞ、皆さん、今週どうでしたか？今週？はい。とかありました？なんか、まあ、選手やろだから。あ、いや、そう、選手ね。選手やろ。選手。選手はまだ始まったばっかりやから。寝ぼけなのか。選手。選手ね、僕結構いい年なんでね。はい。あの、人間ドック行ってきましたね。おお、いいやん。うん。緊張したね。でもさ、やっぱね、健康気使ってるし、そう。普段運動してるからね。もう人間ドックバッチシやったよ皆さんね。いや、バッチシやったと信じない。まだ結果は出てないねんけど。あ、出てないんだ。うん。人間ドック行って初めて胃カメラとかしてるけど。おお。ちょっと怖かったね。一回目ちょっとドキドキするよね。そう。なあ。で、めっちゃ怖いな思ってたら、看護師さんが今、鎮静剤っていうのがあるんですよ。うん。で、何なのそれと思ったら、うん、飲んだ瞬間に記憶飛んで。あ、その間でもう全部一回目でやってくれてる。そうなんや。入ってる感覚。分からん。目覚めたらもう横になってるって感じ。俺は一応、やったけど、何もせずにやったから。マジで？ここあるやんとか思いながら。うわぁ、怖っ。俺それ。ここあるやん、俺の家の。うわぁ、マジか。俺それビビってでけへんかったわ。どっちしていますって言われたけど。あ、そうなんや。逃げたわ。意外。はい、じゃあ、またこのラジオで。結果発表されるんですかね。まあ、またね、いい結果やったり、悪い結果やったら、言いにくいけど。まだね、結果が出たらね、いいね。楽しみやん。うん。じゃあね、今日は5月30日です、浦さん。5月も終わりやね。30日月曜日、今日は何の日か、今日こそは何の日かご存知ですか、浦さん。当てたいけどね、そろそろ。5月30日やろ。そうですよ。あ、もう速攻わかった。お、マジで。ようやく当てれるわ。お、ゴミの日。浦さん。ゴミゼロの日。浦さん。え？当たってやろう、やっぱそうやろ。すげえ。さすがに曲がるよ。今日はゴミゼロの日らしいですよ。まんまやったんや。まんまです。あとはですね、浦さんの大好きな、浦さんよく利用されていた、2チャンネルの解説された日らしいです。今日。確かにな、すっかーしを見てたわ。すごない浦さん。ほんまよな、すごいな。てか、すごいといえば、さらっと流したら1900人行ったんやな。行ったんですよ、本当に。なあ。すごいよね、それも。びっくりしたわ。僕らももう、頑張って、もう頑張ればあと2000人。2000人とかすごいな。夢よね。当初思い出すとな、なんかね、想像できへんな、はい、200人いた時だけど俺らお祭りやったもんなびっくりしてたもんな、まあ、上げて実際上げてないですけど200人記念動画作ってたからね。そうそうそう、実際に、実際な。そしたらあれはあれよという間にね、そう頑張って伸びてったから、うん、まあ、それはお蔵入りになりましたけど、はいはいはい、まあ、そんなことありましたけどもね、実はですね、はいはい、またまた僕らにも、うん、スーパーサンクスがありがたいねえ、ありがたいわ、ほんま。サンタクさん、うん、ジョーさんから、はい、スーパーサンクス、スーパーサンクス、ありがとうございます。ございます、本当にもうたまりませんね、これほんまに、うん、ありがたいね、応援されてるんでね。お金使ってたさん、どうしますか。いや、だからなんかお前前なんか言ってなかった、セガサターンがどうのこうのってセガサターン購入資金なんか言ってたやろ。もう僕らやっぱね、プレイステーション3とね、うん、プレイステーション4しかないから、はいはい、ちょっとセガ側の本体は持ってないし、うん、なんか任天堂側の本体は持ってないし、持ってないな任天堂側な、確かにスーパーファミコンもちょっと欲しいね。そうやな、なんかスーパーファミコン、ま、そういうのも、うん、必要なあれやろうし、豪傑寺一族とかみんなやってほしいって言ってるけどさ、そうそうそう、あったあった、なかなかできんや、うん、スーパーファミコンないとないとね。ちょっとその辺もね、うん、またスーパーサンクスあればできるということです、うん、スーパーサンクス頼りしたから俺らが自腹で切ればいいだけの方だよね。だから気持ち的にありがたいよねって話だよね、うん、はい、ということで、うん、あの前回結構コメントを結構僕ら募集したので、うん、今回はちょっとあのコメントの、まあ、コーナーでもいいんですけど、コメントちょっといっぱいちょっと読もうと思ってます。はい、いいっすか。はい、わかりました。言い直したことないっすか。言い直したことな、はい、まあ、皆さん健康に気をつけてくださいね。ほんとね、人間ドック大事っすよ。わかりました、はい、じゃあコーナーというか、うん、コメントにできましょう。はい、月曜から早起き、イエーイ。じゃあ早速
コメント読んでいきますよ。いきましょう。はい、前回いただいてたコメント、うん、令和に復活してほしい、はいはい、リメイクしてほしい格ゲーソフト、うん、なんかありますかって聞いたときに、うん、いっぱいコメント来てます。そう、たくさん来てたね。はい、まずはですね、うん、ちょっと漢字がちょっと読めないんですけど、魔性ネロでいいんかな、魔性ネロさん、うん、復活っていうよりガローマークオブザウルブスの続編を出してほしい。ほうほう。それと月刊を検索させてほしい、うん、来てます。なるほどね。まあ、ガローはやっぱやりたいね。ガローやっぱ大人気やからな。ガローマークやってあのエンディング見た。そうやんな。中途半端やったもんな。中途半端やめて。なんか俺ら一応グラント編もクリアしてバッドエンディング見たし、で会員編で見たけども、うん、会員編見たけども結局これ続編あるやろなと思ったら、そう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 、なかったからね。それで終わりやもんな。あ、だからちょっとガローマークオブザウルブス2は見てみたいね。やっぱ月下、月下ね、来てますね。月下いっぱい。そう、やっぱ月下人気あるんやろな、うん、ちょっとなんかミユオルタさんからも、うん、月下の剣士やりたいって。おうおうおう。あかりちゃんやあかりちゃんとかがリアルに動いてるところを見てみたい。懐かしいな、あかりちゃんな。懐かしい。あ、ドラトイツさんからも来てますね。うん、復活してほしいっていう、来てます。うん、皆さん何かありますか。まあ月下の剣士人気やな。俺あの祝報バンカさんのコメントで、うん、あのヴァンパイアシリーズ、うん、俺前回ねヴァンパイアの続編出してほしいなって言ってたけど、うん、なかなかやっぱそれが難しいっていう内容を書かれていてすごい勉強になりましたね。なんて書いてた。だからなんかやっぱ海外ではなかなか売れなかったらしいよ、うん、その、あ、そうなんや、いろいろモンスターが出てくるからさ、うん、あ、そうなんやと思った。でもやっぱ今のリアルな感じで出てほしいなと思うな、うん、ヴァンパイアは、うん、あとはですね、ちょっとまた何ですか、ジョーさんからも来てますね。龍子外伝チームのコミュニティありがとうございます。自分は長年龍子の剣3とほうほう、ガローテンス4の妄想プレイを続けています。いい妄想やな、それは。龍子の剣は 3,、まあ、3とかね、ガロー4っていうナンバリングで出てほしいなっていう妄想してるらしいです、まあ、多分今龍子の剣の続編出たらすごいやりやすいと思う、うん、昔のやつ俺らやったけどめっちゃ大変やったからさ、うん、すごいしやすくなると思うんですよ。アトラさん、あれ来てね、不思議遊戯さんからも、ヴァンパイアシリーズいいな、ミッドナイトプリスでの野体化が高画質で見られるのねって来てますよ。そう、あれね、これあんの、なんかあんのよね、女の子に変身する、であのね、ヴァンパイア主人公のね、調子であんねん、なんか女の子にするみたいな。ああ、そうなんや。そうそうそう。で、当時あの、なんてデフォルメされてて可愛くなって、うん、それが実際今リアルになったらどうなんやって話なんやろね、多分。来てますか、浦さん。あとまあいっぱい来てたよね。で、俺らがやってないゲームも結構来てたやん。豪傑一族とか、うん、あのギャラクシーファイトとか、うん、色も書いてたやん。書いてたね。ギャラクシーファイトめちゃめちゃ多かったね。うん、あのワクワクセブン の, あのボーナスくんが出てくるソフトらしい。ああ、なんかようわからないキャラクターの。わからない、ちょっと。ボーナスくんがギャラクシーファイトも出てるらしくて、うん、なんかそっちの方もやってみたらみたいなことも来てたし、はい、そっちの方もリメイクとか復活してほしいっていうのも来てますね。へえ、だからそれはな、ちょっとやってみたいね、ギャラクシーファイトは。うん、おー。あとはですね。あとなんかサイバーブーツとかもあったよね。あったあったあった。これ俺昔やったとき結構好きやったよ。面白かったそういう記憶がある。だいぶ昔やけど、ね、記憶頼りで言うときあとはあの 青川いつかさんでいいかな、リメイク希望なら間違いなく KOFEX シリーズですね。三種の神器を守る補佐する戦士である十種神宝が登場するのは EX シリーズだけでした。なんかこのキャラクター出てくるキャラクターがすごいいいから、うん、ぜひどうもこう綺麗なグラフィックで再登場してほしいっていうふうに来てますよ。あとね、あの前も言ってたけど、俺あのジャスティス学園の話したけど、あ、うん、あのハンズチャンネルさんから、ね、うん、個人的にジャスティス学園新作出してほしいんですって言ってほしいな。でもこれね、分かってる、まあ、嬉しいよね。嬉しいな。今時の高校生が部活しながらゲームしたらどんなキャラクターになるか楽しみやわ、うん、やりたいな、うん。あとはですね、僕この人の名前はすげえ好きなんですけど、うん、悪行三昧って書く悪行三昧おいおいおいこの方からはリメイクしてほしいゲームは豪傑実力ですかね、異性の格闘ゲームでしたっていう。そう、これ結構コメント昔もあったやん、うん、これちょっとやってみなあかんよな。さっきも話した通りね、スーパーファミコンで、スーパーファミコンなんで豪傑実力1が出てるみたいなんですけど、どんな格ゲーなんや、持ってないんでねちょっとお目にかかれないですけども、人気あるんやろな、ね。あと、はだくん、なんかある？あとはね、うん、タケ410さんからは、うん、あのさっきも言ったように、ガローマークオブザウルブス来てほしいっていうのと、うん、
ワーヒーを今リメイクしたらいいんじゃないかっていう。ああ、めっちゃ面白いやろな。どういうキャラが出てくるかっていう。なんかこう伏せられてるからプーなんとか大統領みたいなキャラが出してきてほしいなって書いてますし、まあ今それ絶対赤やろうけど、まあ確かにね、どんなキャラ出てくるんやろうって楽しみはあるわ、うんうん、個人的なリメイク希望はカプコンさんの超合戦機っていうか、なんか超にあの鋼、ね、超合戦機、うん、機械をですね、ロボットアニメのテンプレが詰め込まれてて超燃えるやつ、うおーって来てます。へー、超合戦機械を、うん、人気あるんやな。お母さん知ってる？いや、ちょちょ、この MM さんもリメイクでサイバーボーツとかもあって、その際、超合戦機機械号って書いてあったから、確かにいっぱい書いてるね。知らんゲーム多いよね。ねえ、マッスルボマーとか、ファイヤースープレックスとか、多分プロレスやんな。多分そうやと思うけど。あと、棚台さんからは、龍子の剣2のリメイクいいですね。個性的なキャラクターが多くて、このまま埋もれるのはもったいないと思います。まあ、畑君ちょこちょこキャラクター言うもんな。龍子の剣2なよう言うとるやん。あとやっぱ結構ね、根強いファンも言ってたあのゲームさん、あれ来てますよ、コメントね。あのゲームね、あのゲーム、うん、言ってあげて。カプコン VSSNK やろ。そうですよ、うん、やっぱやっぱりあの夢のゲームのね、続編は気になるやんな、気になりますよ。カップエース3出してほしい。今出たらどんなキャラなんねやろな。楽しみよね。そこそ妄想のコーナーでやりたいな。確かにな。カプコンバーサス全然キャラクター予想みたいな感じで。あとは最後にね、うん、大浦さんからもアクアパッツァというプレイステーション3のゲーム復活してほしいなっていうふうに。へえ、そういうゲームがあるんや ね, ね。お前どんな格闘ゲームもあるかまだ全然俺は触ってへんけど。絶対触ってないし、まあまあ勉強不足やね。はい、その他いっぱい来てるんですけども、うん、本当にコメントありがとうございます。ありがとうございます。続いて、うん、あ、もう一つテーマありました。帰りましたね。皆さんにやってほしい、うん、はい、格ゲー、格ゲーじゃないわ、うん、ゲームやろ。ゲーム、うん、皆さんゲームしてへんかってことで、うん、これも結構来てましたね。はい、来てました。ざっと挙げると、うん、スパロボ対戦30、うん、でいいのかな、新作そうやね、うん、とか残機ゼロ、あとニーヤオートマタ、うん、ドキドキ文芸部プラス、はい、ドキドキ文芸部プラスみたいな、うん、ゲームかな、分かんないですけど、来てましたよ、浦さん。来てましたね。はい、どうですか。で、いろいろ僕これコメントいただいたんで調べたんですけど、うん、やっぱ残機ゼロとそのドキドキプラスっていうのは知らなかったんで、うん、お、うん、見たことも聞いたこともなかったし、どういうジャンルかも分からなかったんで、ちょっと見た感じ、うん、興味はありましたね。そしてスパロボに関しては僕もめちゃめちゃやってたんですよ、昔。いいやん、やろうや。やってて、もうすごいもうソフトも集めてたんやけど、うん、急にある日からやらんくなったっていうね。いらんけど。もうなんかせんくなったよね。だからまあ最新作が出たんで、うん、まあ、興味は出てますね。お、あとはあの三択さんからいただいたこのニーヤオートマタなんですけど、うん、これ僕クリアしました。ねえ。はい。僕あの、これの、なんていうのかな、初代というか、まあ、ね、あの初期の方にあったドラッグオンドラゴンが大好きだったんで、うん、これニーアウトまたは勝ってやりましたから。あ、ニーアウトって出てたの、新しいのなんかね、あれ出てたな、あまだあのリメイクみたいな感じで出てたんですけど、俺だったらいいんじゃない。だからね、その昔はできたんですよね、ゲームが。昔は昔は何よりも優先してゲームする時間を作ってたんですけど、なんか気づいたらな、なかなかゲームする時間が作れなくなってたって。はい、いやだからね、ほんまやりたいんやで、うん、やりたいし時間も作りたいけど、なぜか時間ができないっていう。昔は作れてたんやけどな。ただもう皆さんからこうコメントいただいたゲームは一応チェックさせていただきまして、はい、お、まあちょっとね、やってみたいなともあるんですけど。なんだこう、悪い政治家と言ってさ、悪い政治家が選挙前になんか映画公開して、いざ、公約だ。決まったら、やろうかな、やらへんな、みたいなこと、なんかこう、そういうの聞くよ、俺らさ。聞くけどね。まあまあ、まあ本当、いや、あの、強いて言うなら。強いて言うなら。この4つに、うん、畑くんが挙げた、ね、太鼓殺人と、はいはいはい、何だっけ、俺。何だ言ってたな。殺人と、春に来て列ですか。と、13騎兵防衛権、うん、7本ね、うん、のうちの1個なんかこう、うん、なんかこう、ちょっとこう、公約的なこと。公約的なこと、実現可能なレベルの公約。なんかこう、で、俺だったら体験場もあるしね。そうやな。うん、なんかこう、見て聞いてる人もおるし。はいはいはい。まあ、今、現状な。現状できるとしたら、うん、太鼓かな。この4人のやつはなくて、いや本当申し訳ない。太鼓達人。太鼓かな。家帰ってきてホッとした時に。あ、まあいや分かった分かった。ゲームショーっていうのは。分かった分かった。ハタックの中で太鼓達人。うん。まあそれもう1個候補ね。候補。この4つの中、近く上げてみたらした。せっかくね。うん。
なんか、なんかこう、引っかかり欲しいな。引っかかり。残機ゼロと、はい、ニーヤオーと、またの、まあ、新しいのでしょ。そうやな。のと、それやってないもん、新しいやつは。まあ、それ、リメイクされる前のやつはやってるけど、うん、お前やってる。で、スパロボ対戦30と、ドキドキ文芸部プラス。はい、なんか、ドキドキ文芸プラスはなんかちょっと、ホラーっぽかったね、なんかね、見たら。そう、じゃだから見た目全然ホラーっぽくないから。なんか、見た時の映像はなんか、めちゃくちゃポップな映像流れてたよね。なんか、可愛らしい感じで。可愛らしい感じのやつで。ただ、ムービーの最初と最後になんかこう、このゲームはなんたらかんたらとか、そう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 、心臓の映画とか書いてあったら。子供はね、なんじゃらかんたらって言ったら、え、怖と思って。ねだから、ちょっと、なんていうの、ドキドキ文芸プラス、うん、あれちょっと気になる。値段も安かったしね。あ、安かったね、確かに。うん、じゃあ一応まあ4つの中からどれか1本なんか気になるのだけ、どれかな、上げてほしいな。やっぱでもこんだけいろいろ言ったけど、うん、スパロボかな。別にいつもそれ別にいつもで、ね、もっと好きやし、うん、スパロボ3条ちょっとまあそうそう。だから前も言ったと思うけど、うん、とにかく今の僕はもうストレス発散のゲームしたい傾向にあるから、うん、ロボットがバーンバーンってしてる方がまだいいかなっていう感じかな。わかりました、はい、以上ですか、現場からは。現場からは以上やね、ほんと。でも本当コメントね、いろいろたくさんありがとうございます。はい、じゃあ続いて、うん、あのコーナーいきます。あのコーナー、あのコーナー、はい、あのコーナーいきますよ。わかりました。月曜から早起きクイズハタモネ屋。ようこそクイズハタモニアへ。どっかで聞いたなそれな。司会のハタモンタです。はいはい、もう分かってます。予想通りですわ、はい、予想通りって、今回はですね、うん、クイズをしたいと思います。まだまだクイズね、はい、前回はですね、うん、KOF クイズをやりました、うん、はいはい、主に KOF98 でしたけども、うん、ほとんど98やったよ。今回はですね、クイズのテーマ何だと思いますか。いやもう KOF なんてのは画廊とかじゃないの。浦さん、ん、ファイナルアンサー。そこからもそれしなあかんの。浦さん、ファイナルアンサー。あ、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、懐かしいな。正解。やろうないでしょうね。今回のテーマは画廊伝説です、浦さん、うん、なるほどね。はい、ということで、うん、早速いきますか。楽しみやね。お、だって知恵熱出してまで考えたクイズやろ。楽しみやわ。クイズじゃないよ、ラジオだけ。ラジオだよ。クイズじゃないよ。はい、じゃあ早速1問目いきたいと思います。わ、うん、はいはい、かりました。ごめんなさい、全5問です。全5問、ね、失礼しました、はいはい、全5問です、ね、はい、準備はいいか。あ、全然大丈夫ですよ。それでは前回はですね、5問中2問しか正解してませんから、うん、はいはい、ちょっとこれ情けないよ。情けなかったね。あんなに格ゲー好きや言うてて。そうやね。でも画廊伝説は自信あるよ。おうん、いけちゃう。KOF でやってたから、うん、今回浦さんちゃんと、浦さん今はクイズのレベル下げてるからちゃんと。あ、助かるね。はい、じゃあもう全部正解する勢いで頼みますよ。わかりました。ということでまず1問目は、うん、はいはい、大好評のあのクイズ、うん、鼻歌クイズです。それが一番難しいねんけど。前も言ったけどそれが一番俺難しいやけど、鼻歌が。あなたの1問目ですよ、その1問目。鼻歌クイズ、1問目から鼻歌ね。準備はいいか、はいはい、では今からですね、画廊伝説スペシャルのあるキャラクターのステージ BGM をやりますので、鼻歌で。鼻歌でやろ、はい、ぜひぜひ、うん、聞いて答えてください。わ、うん、かりました。いいっすか。わかりました。じゃあいきます、うん、はい、はい、以上です、ラサ。ナイス。お、ナイス。これはもう速攻わかった。おお、ガロー当時してたか分かっちゃうよね。分かっちゃう。分かっちゃう、分かっちゃう。じゃあ答えお願いします。もう言っていいんかな。全然いいですよ。テリーの、はい、面です、ステージです。電車の上で、まあ、テリーボガードね。テリーボガード、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、これはもう自信あるわ。浦さん、うん、浦さん、はい、正解です。わかった、もう速攻わかった。じゃあ鼻歌クイズもう一問いきます。え、ちょっと待って待って、もう一問だけじゃないの。もう一問続くの。答え入れたらもう一回行こうっていうスタンスだった僕。ああ、なるほどね。5問って言いました。これ1問目のうちに含まれてます。あ、2問、これを正解したからこそ本物の。あ、なるほど、正解なんで。わかりました。いきますよ、はいはい、じゃあ 2問目というか、まあ、うん、2つ目の鼻歌クイズ、はいはい、はい、以上です。これを正解したこそ真の王者です。これな、もう分かったわ。分かって、音は分かって。お、
どこの麺かってことやろ。そうですよ。どこやったっけな。なんかもう聞いたことはあんねん。おうん、聞いたことはあんねんけどな、うん、どこやもう、マジわからんけど、もうパッと来たところでいいわ。お願いします。あのローレンス、おお、あのなんていうの、スペインのね、そうそう、パルセロナ背景の、そういうのやったかな。ローレンス、うん、ファイナルアンサー、うちなげろファイナルアンサー、浦さん、はい、残念。あ、そうか。正解はアンディ・ボガードのイタリアのステージでした。あ、そっちか、そっちかっていうか、ピンときてないわ。そんなんやったっけ。はい、正解はこちらです。あ、これや、ね、これやこれやったでしょ、これやったわ。これは正解じゃないですよ、1問目は。え、当たったんちゃうんだ。1問目は失敗です。2つ正解して1問正解。そうです。めんどくさいな。じゃあ次2問目、2問目ね、いきますよ、うん、2問目、ガローデンスペシャルの問題です。はいはい。ゲームを始める前に、うん、これ操作方法の説明映像が流れます。はいはい、よくあれじゃないですか。私のね、ゲームあったね、うん、こちらですね、その時に出てくるキャラクターは、うん、次のうちどのキャラクターでしょうか、はい、こう誰かと誰かが2人が出てきて、そう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 、こう殴り合ってるみたいな。そうやねそうやね、はい、1人は分かんねん。 A、うん、テリーとアンディ、うんうん、B テリーとマイ、知らんの2枚、うんうん、C テリーとギース、うん、D テリーとテリー。さあ、あ、もうだから最初と最後どっちかないよ。これだからテリーとアンディかテリーとテリーなんよ。お、うん、テリーとマイちゃんとギースはないと思 う, と思う。お、そんなもうラスボスそんな出さへんから。そんなボス級はそんなもうなんかマニュアルなところで出さへんから。A か D やと思うよ。お、じゃあ浦さんにね、うん、ヒント与えまよ、与えましょう。ほんまあのミリオネアやよ。ですね、うん、フィフティフィフティ。お、いいね。お前フィフティフィフティが分かってるやろ今俺が言ってるのは。俺 A か D やからね。ね、正解のうちの2つは、うん、A か C です。え、 A か C なんや。テリーとアンディかテリーとギースのどちらかです。あ、ほんならもう A や。 A、 A のなんすか。テリーとアンディ、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、浦さん、はい。何笑とんねん、浦さん、残念。マジで、もうフィフティフィフティは外ちゃんといてよ。笑っちゃうよ、答え言う前に。ギースは、テリーとギースです、正解は。え、あんな、なんか説明の時にギースさん出てくるの。出てくるんです、うん、だから問題にしてるんです、ちゃんと。うわ、もう普通にテリーテリーと思ってたわ俺。疑問外してるよ、もうすでに。頼むよ、ちょっと。次は絶対当てるわ。はい、no. 3問目、はいはい、これも多分分かると思う、ほんまに。これは分かる。分かってほしいよ、本当に。3問目いきます。はい、アンディ・ボガードのステージは、うん、先ほど問題ありました、はいはい、船の上で戦いますが、うん、その際背景に登場する動物はズバリ何でしょうか。はぁはやめて。動物なんかあったっけ。あのアンディ・ボガードのステージだけ、うん、あの船で走ってるんで、うん、背景のキャラクターが結構色出てくるんですけど、そう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 、例えばこうテリーがこうアイス食ったりとかするとも背景だったりとかするんですよ、アンディ・ステージだけ。そんなんあんねや。その中にある動物が登場するんですけども、全然分からんわ。これはちょっとガローに関してます。ガローのキャラクターに関してます。あ、そう、分かったわ。お、もうそこで分かった。一瞬で分かった。お、じゃあ答えをお願いします。ガローの、うん、動物、関する動物イコールヒヨコ。ヒヨコ、ダックキングの。お、うん、これピンときた。もうそれしか分からん。逆に言えば、逆に言えば、浦さん、はい、浦さん、はい、正解。やった、よかった。てかヒヨコです、うん、分かった。これはいや、だから何も分からなかった。ガローになんていうの、ちなんでって言われたから。あ、なるほど、それが最大のヒントだね。分かった、うん、じゃあ一問やっと正解。やっと正解やったね。続きまして、はい、4問目、うん、ね、ボスキャラクターが登場する前に三重士って言いまして、うん、ビリー・カーンと、うん、アクセル・ホークと、はいはい、あとさっき言ったローレンスが出てくるんですけども、はい、三重士の人の一人、うん、アクセル・ホーク。
ックだの問題です。あんま知らんよな、クロック。このキャラクターね、飛び道具出すんですけども、はいはいはい、その必殺技名は次のうちどれでしょうか。うん、いいですか。はい、A、ハリケーンアッパー。もう絶対ちゃうわ。B、うん、スクリューアッパー。絶対ちゃうやろ。C、うん、ブラストアッパー。ブラストアッパー。D、トルネードアッパ え、トルネードアッパさあ、次のうちどれでしょうか。俺は多分、うん、トルネードアッパーやったと思うね、確か。おただ、声はブラストアッパーと似てたもん。知らんから。なんかな。だからちょっと悩んでしまうね。確か、うん、確か。え、ちょっと待って。A と B はもう消えてるんだ、その場で。違う。なんでだ。作るアッパーちゃうから。ちゃうジョーさんの人の場面やから。なんでブラストアッパーがトルネードアッパー。なんか言うてんねん、アクセルは。うん、それが、ブラザッパーか、トルネードアッパーかは分からへん。だからそう言い方してんねん。でも多分もう最初のピンときてたから、多分トルネードアッパーやと思う、俺。D。お、D のトルネードアッパーで。D のトルネードアッパーで。いいですか？はい、ファイナルアンサー。いいですか？はい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ウラさん。はい。ウラさん。はい。正解。おー何のオーダーよかったよかった。ヒルさん、あの、A の技と B の技だいぶ分かりますか。全く上東やろ。上東、うん。C は。ブラストアッパー、うん、お前が作ったんちゃう。作ってないよ。作ってねえよ。お前が作ったことじゃん。アメリカ人もいません、こういうキャラクター。あっ KOA のあれかあれよ。あんだけ俺アメリカチーム押してんのに。そうよ。ヘビーディの技ね。そうですよ、浦さん。忘れてたわ。これであと2問正解ですね。はい、いいんじゃないの。これで前回と並んだってことやろ。はい。最後、あの、正解したらいいってことやろ。そうですよ。うん、じゃあ、5問目、はいはい、いきます。いきましょう。5問目は、画廊伝説の高一点、うん、知らぬ今井、はいはい、ご存知で。ご存知よ。使ってたしね、はい、キャラクターで。画廊伝説スペシャルで登場する知らぬ今井。うん、勝利した時に言うセリフ、うん、あるかと思うんですけども、有名なのがあるね、うん、こちらを正しくお答えください。え？あれしか思いつかないよ。制限時間はなんと30分です。長っ。ゆっくり考えるけど、俺一つしか思い浮かばないんだけど。正しくお答えください。皆さん、ここ外さんといてな。もうここ大事よ。うん、浮かんでる。だからあれ、あ、なんとなく浮かんでんねんけど。お、よしよしよし、わかったわかった。はい、買った時ね。はい、じゃあシェニーが勝ちました。おい、やったってことね、はい、勝った、勝ちました。はい、どうぞ。よ、日本一。ちょっとロサ、なりきってちゃんと。あ、そっち。ちょっとなりきってちゃんと。なりきってる。本人に。あ、本人ね。シェニーね、戦ってる。戦ってる、勝ち挑戦してる。挑戦してる、うん。倒した。はい。勝った。うん。どうぞ。いや、日本一。え、今のでいいですか。うん、そんな感じやろ。だから朝から頑張っとんねん、こっちは。モノマネも何もクイズもお前のわけわからんクイズも頑張っとんねん。もうこれが精一杯よ。だから言うよ。よ日本一ですね。そう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 、浦さん、はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、これ浦さん、はい、浦さん、はい、浦さん、はい、残念。ちゃう。違います。正解はシンプルに日本一です。え、世がないんや。世はないです。あ、そうなんや。はい。ふーんはやめて。もうクイズだから何もやめて。俺も問題に対して。なるほど、ね、テレビ出てるクイズだったらもっとためになるけどね。いやいやいや、ただためになったでしょ。世がなかったのは知らんかった、ね、ないんです。日本一だけなんです。日本一だけなんです。へー。ということで、うん、最終的に何問正解ですか。2問半やな。えら、半を言うね。1問目半分正解したってことね。2問です。2問。あれは1個に対して2個だから、クイズが。なるほどね。はい、ちょっと物足りひんね。物足りかったね。惜しかったね。勉強してきて。わかりました。クイズのコーナー以上です、はい、皆さんはどうでした、いかがでしたかね、うん、答えられましたかね。そのぐらい、いや難しいと思うよ。じゃあ次は、はい、ゲームしましょう。はい、ゲームやっていきましょう。いきましょう。浦さん、はたくんの月曜から早起き。じゃあ浦さん、ゲームしますよ。やっていきますか。朝からやっていきましょう。朝からやっていきましょう。はい、うん、ということでクイズになりました、うん、カロスペから対戦しましょう。対戦ね。結構これやりましたけどね、うん、結構やったよね。はい、今回は対戦したいと思います、うん、ってことで、せっかくです、ちょっとあのクイズまたもう一回確認しますか。
これ。あ、ほんまギースやん。このね、テレビのギースなんですよ。これ分からんよな。分からん。ギースなんやな。ギースなあ。こんな感じでやってんねんな。そうですよ。テレビのギース。ことで時間が十分じゃないの、皆さん。うん。パパってもう取るの決まってるよ。お、マジで。アクロ。クイズも出だしね。分かりました。じゃあ俺は前に行こうかな。お。はい。じゃあ前に行きますよ。問題の後ね。アクロ。問題の後。トレジャパー。トレジャパー。じゃあいきますよ。あ、もうライドできへんねんな、デスマッチ。あ、そうやね、ワンラインやから。あ、そうだよ。ボス戦はもういいね、UF ちょっと強いだな。ちょっといいの、そっち三重士やからね、三重士。あ、クソ、調子出たね。ちょっと飛び道具あかんって、アクセルの調子で出せるやん、アクセルフォーク、飛び道具。さあやべ、何もうガンガン行くわ。ガンガン行く。いいねー、ビビれた。ビビした。あのビビねーが生きるよ、皆さん。やべ、ね、うわー、くそー。おー、マジか。おいボディーブロー、おい俺の調子がイエーイ。 UF 強いな。トレイアッパートレイアッパー、やばい。よし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 。無情だ。無情。何言ってたよ。分からん。何言ってたよ。怒ってたよね。なんか気になることあったんか。気になることあってよ、お前が。アクセルホーム気になることしたよ。そう。こんなんで終わるのか、お前。俺マジで見れる顔になったなって。さあ、僕ワンマーワンマーだよな。まあいいよいいよ。あえてあえてあえてね。よし、こっちが本当のハリケーンよ。あ、どっちが本当のハリケーンか。こっちが本当のハリケーンよ、本当に。あ、ジョーの面の音楽もかっこいいよね。かっこいいね。ちょっとこの歌もやったかな、鼻歌で。この歌も実は何かモクサだけやつ。マイソンといい、アクセルフォークとイナトジ級に四天王のボスケだ。ちょっとこれエイドできるんか。ちょっと忘れちゃうよね、忘れちゃうの。忘れちゃうの。おぉ意外とそうだよ、前にこんなもんなの作るよって。どうだどうだどうだ、あんなもんなの作るよって。お、よし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 。あーそう、アリケンアンパー来ると思って、どんどん作るマジか。よしよしよし、今上手かったな。だけるできたな。やべ、もうこれ使われてたな、データ系は。あら、わあ、トレードアッパーよ。トレードアッパー。なあ、マクラ。いや。くそ。一対一ね。二対一。さあ、これで決めよう。どっちが本当のハリケーンやろうか。そう。どんなにハリケーン起こすか。おお、マジか。タイガーキック。トレイドアッパー、よし、やばい。スキルアッパー、スキルアッパー、タイガーアッパー、トレイドアッパー、
昨日に来たないのもうめっちゃ長かった。今ライン移動スパーンっていったな。いったいったよし、情に上がってんかったか。よし、俺で勝ちやな最後は、はい、終わり終わりやな。はい、どうでした朝から疲れたな疲れたやめて月曜から早起きイエーイ。はい、じゃあ浦さん、はい、もうエンディングですよ。エンディングやね。楽しかった？楽しかったよ。お、でもまあ疲れたね。疲れた？うん、朝っぱらから疲れることあった。あのクイズはもう引っ掛け問題が多かったから。いや、もう僕ね、この月曜が早起きって番組は、うん、朝からね、テンション上げてこるってことですよ、浦さん。なるほどね。憂鬱な時を吹っ飛ばそうってことですよ、うん、まあ、そういうコンセプトやからね。そうですよ、疲れるってもう確かに僕のコンセプトが結構外れてちゃうんで、うん、ちょっと違うんですけど、まあいいクイズだったんじゃない、そういうことでは、うん、そういう意味ではね、うんうん、俺さ、今回2問だけだったからね、正解がね、はい、いやいや、2.5 やけど。なんか 2.5 ってなんかお前のインチキで、なんかねインチキ聞き捨てたらんで、まあ結局3本も正解してないってことやけどね。そうやね、結局は結局はね。あとはね、うん、実際対戦もしましたから、おってね、久々にやったら面白いね。やっぱね、面白かったね。やっぱ名作はな、いつやっても楽しいわね。うん、だからさ、僕だけは好きやね。そうやな、なんかあれシンプルでいいやろな、突進していって突進系が突進系が。あとコメントたくさんいただいておりましたけどもね、はい、なんかあの続編とか、うん、リメイクしてほしい格ゲーも、はい、いっぱい聞けましたけどもね。ほんまリメイクとかしてほしいね。まあそうなんやろうけどな、うん、まあ、今の時代難しいんだもんな。難しいの？俺らの若い頃はさ、もう格ゲーでみんな集まってワイワイできたけど、うん、やっぱオンラインとかさ、うん、友達ん家で集まってやるっていうのも難しいや。難しいかな、時代が違ったんかなと思うそういう面ではやっぱ難しいんかなって、格ゲーをいっぱい出すのはね。おお、うん、まあ、最後にそれっぽいこと言うな。なんかそれっぽいこと言うとったらええやろ。わかりました、はい、ということで、うん、この辺で今回お開きですか。はい、お開きしちゃいますか、はい、延長しちゃいますか。いや、もうお開きでいいんじゃう時間も時間やし、うん、縁も竹縄ですか。はいはい、はい、終わりじゃないよ始まるやろ。あ、そうですね、うん、いいこと言った今さ、はい、浦さんいいこと言った、ほんまに、うん、始まりですよ。始まります。スーパーサックスもまた今週始まりますよ。はい、じゃ始まらへんよ、そんなそんなん始まらへん、始まらへん、始まらへん。ということで浦さん、うん、最後にね、今週収録した動画、うんうん、ありましたね。ありましたね。先週か、ごめん、先週収録した動画、まあ今週流れる、まあ、次回の流れるやつやろ、うん、まあ、ここまで聞いてる人あんまいないんでね、うん、まあ、ちょっとさ、こぼれ話よ、また毎回言ってるやつやろ。はい、あの、言い過ぎんといてな。ちょ、まだ難しいよな、それないよな言い過ぎんといてなって言われてもな、どこまで出したらいいかっていうのかな、あるからなじゃあ、ヒントやな。おそうやな、あの、お父さんの、うん、頭とんがりすぎ。結構言うんだから毎回これ両方とんがりすぎみたいな。結構言うね、うん、本当に、まあ、分からんと思うね、これはなかなか難しいよ。分かりました。うん、ってことでね、うん、今週はここで終わり。はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、じゃあ最後にさ、一言、うん、お願いします。5月もね、この月曜、うん、今週で終わりなんでね、はい、皆さんほんま体調に気をつけて、はい、6月、はい、しんどいけど把握にしまって頑張っていきましょう。分かりました。はい、それでは皆様いってらっしゃいませ。